チャリングクロス駅は、ロンドン中心部のウェストミンスターにある、ターミナル駅である。プラットフォームは3面6線で、比較的小規模だが、運行本数が多く忙しい駅である。列車は出発するとすぐにテムズ川のハンガーフォード橋を渡り、ウォータールイースト駅に入線する。駅名は、地名のチャリングクロスから来ている。駅正面は、ストランド通りに面している。 駅の南は、イギリスの政府機関が集まるホワイトホールである。ネットワークレールの管理する18駅のうちの一つで、列車運行は、サウスイースタンが担っている。19世紀のチャリングクロス駅舎のイラスト。上層階は、チャリングクロスホテル。現在のチャリングクロス駅、グーアマンホテルと、レアノールの十字架のレプリカ当初の駅舎は、サウスイースタン鉄道により、 ハンガーフォードマーケットの地に建設され、1864年1月11日に開業した。駅の設計は、ジョン・ハークショーで、比較的狭い場所に1枚の連結製の屋根が6000のプラットフォームを覆っていた。この時代の屋根の曲線は、現在でも校内のレンガに見ることができる。 一年後の1865年5月15日、エドワード・ミドルトン・バリー設計のチャリングクロスホテルが開業し、フレンチルネッサンス様式の華麗な駅舎が完成した。この時、レアノールの十字架のレプリカが駅正面に建てられた。この塔は、もともとは1291年にホワイトホールに建てられ、チャリングクロスの語源にもなったが、1647年に、 撤去され、1675年に、チャールズ一世像が建てられた。現在、この像は、ロンドンの道路原表となっている。1905年12月5日に、大屋根が崩落する事故があった。この時、屋根は補修工事中で、作業員が異常に気づき列車の運行を停止したため、幸いにも死者は6人にとどまった。駅は1906年3月19日に、 再開業した。第二次世界大戦中に爆撃の損傷を受けたステーシオンホテルの優雅なマンサード屋根は撤去され、平坦なネオジョージアン様式の白いレンガによって再建された。1980年代にプラットフォームの上部はテリー・ファレルの設計したポストモダン様式のオフィスと店舗の複合施設であるエンバンクメントプレイスによって覆われた。 現在この複合施設には、プライスウーターハウス・クーパースが入居している。駅のコンコースチャリングクロス駅を出発し、テムズ川を渡る列車オフピーク時は、毎時18本の出発がある。本駅からの典型的なオフピーク時の運行情報を以下に示す。チャリングクロス駅の両端にはそれぞれロンドン地下鉄の駅がある。チャリングクロス駅とエンバンクメント駅である。 当初は、現在のエンバンクメント駅が、チャリングクロス駅と呼ばれ、現在のチャリングクロス駅は、ベーカールー線がトラファルガー広場駅、ノーザン線が、ストランド駅という名称だった。1979年に、ジュビリー・線の新駅開業によって両社がつながり、現在の駅名となった。ストランド駅と、トラファルガー広場駅は、エンバンクメント駅よりも近いため、 駅面変更が承認された。短い期間、各駅は、チャリングクロスエンバンクメント、チャリングクロスストランドという標識を掲げていた。1999年のウェストミンスター駅や、テムズ川の南東へ向かうジュビリー線延伸以降、ジュビリー線のプラットフォームは使われていない。ありがとうございます。